艶ときらめきのあるクリーミーベースを指で取ってアイホール全体に入れます。丁寧に伸ばして密着させましょう。アクセントカラーを薄くつけるのがポイントです。チップにパウダーを取ったら手の甲で一度余分な粉を落としてから二重幅に入れていきましょう。きつく見えないように目頭を 5mm 開けて際全体にディープカラーを入れます。目尻は少し長めに出すと可愛いです。ティアシャインカラーを細いチップに取り、目頭から目尻に向かって伸ばします。目頭側に多くシャドウが塗るようにすると潤み感が出せます。ティアチャームカラーを細いチップに取り、下まぶたの黒目の下に半楕円形に入れます。ぷっくり立体的に見えて、潤み感がアップします。